チャオ、あちゃんです。今日ね、2月の9日、火曜日やねんけども、あちゃんのね、お昼ご飯、お昼ね、寮どっか遊びに行って、で、ヒカがね、帰ってきてんけど、昨日の雲騒動で眠いって帰って速攻寝て、で、あちゃんね、今日、これね、お母ちゃんがよく作ってた一円洋食っていうネギ焼き、要は小麦粉水に溶いてネギ入れて、もうそれで焼くだけやねんけど、そこバージョンアップして卵をちょっと入れます。卵を入れ、ああ、から入った、ちょ、からじゃない、卵を、卵を入れ、ちょっとバージョンアップしてね。で、ほんまはね、小麦粉で練ったものを、水で溶いて、それを焼いて、上にネギ乗せて、で、醤油かけて食べるんだけどね。ちょっともうめんどくさいから、昨日切ったネギが残ってたんで、それを入れて。また光る食べるっていうのやったら、あとでネギ切ってね、やってあげましょう。ちょっと今ね、まさこさんライブやっててね、気になって、つけたままになっててんけどね。まあ、こういうのね、こんな感じでね。何回もに分けて焼くんだけど、もう一個欲しいね。あ、もうちょっと油引いたかったかな。もうちょっと大きくしようか。あんまりあんま跳ねるからねと思って、あんま持ってきてへんかった。こんな感じでホットプレートで焼きます。まさこさんがね、すごい、マイケル・ヨンさんって最近いつも一緒につるんでるおっちゃんやねんけど、アメリカのね、元軍人さんかなんかやねんけど、その人と一緒にいろんなところでインタビューしてんのよ。それが最近ライブやっててね、で、日本と向こう時間逆転してるでしょ、逆転で時差あるでしょ、だから、こんな感じの時間でやっててね、気になってね、ついつい見ちゃうね。現地多分今もう夜11時とかぐらいちゃうかな、結構いい時間になってるんちゃうかな。携帯をどこ置いたかな、今ね、現地が8時やね、知恵やからね、3時間ぐらい時差あるから、もうあっちのワシントンの方は11時ぐらいになってると思うね。あ、あれやった、早かった。こんな感じ。米粉やって優しいな。いつも小麦粉やってんけどね。うち小麦粉使わなかったから、全部米粉で代用やってるから。持ち上げてからやな。こんな感じで。まだこの辺、真ん中の辺が端っこせ、この辺ちょっと熱弱いんや、忘れてた、もうちょこっちやろ、この辺焦げんねん。なかんかなー、裏返したいな、もうちょこの辺焼いてからやな。裏返しね。ちょっとまあ2枚ほどで焼けたいかなと思って、ちょっとしか作らへんねんけど、ちょっとね、食べましょう。これにね、醤油をね、醤油をちょっと垂らします。これ
これいいね、干しエビ入れても美味しいの、ね、よ。桜エビ入れたりね、いろんなことして食べてたよ。よいしょ。中にちょっとずつ入れていくのがコツでね、あんまりドバッていくよりもね、ちょっとずつちょっとずつ焼いていく。醤油をさっとかけても、もちろんソースでもいいしね、かつお節入れてお好み焼きみたいにしてもいいんだけど、ソースかけてマヨかけてね、もう醤油が美味しいね、これは。うん、ゆきの醤油が合うね、こんなに。こいつも粉だけやねんけど、卵入れたらね、もう美味しい。塩入れたらもっと美味しいかもからな。塩振ってみようかな。あれ火の塩どこ行ったの。塩かな、今ね。よいしょ。あ、よっ、よいしょ。ああ、こぼしちゃった。ああ、あとで掃除機で吸うか。あとで吸おう。塩かけると美味しいな。うん、醤油は足らんのかもから。ちょっとこれ火力が弱いのか、油が足らんのか。卵が入ってるからふわっとして美味しい。粉にね、塩入れる方が美味しいかもからな。あそこに掃除機あるんだけどな。あそこ掃除機あるけど、パーティーやらへん。どこ行ったんや。全然まだ、もうちょっと。これを動くようにまだ焼けてないの。動かさんとね、焦げる割に焼けへんねんね。醤油ちょっと多いめに。
もっと2行ってもネギたっぷりがこっちやね。これに鰹節も入れたいね。ほんと美味しくなるよ。美味しい。懐かしい。何でもソースやん気がしたな。これはソースやん、ね、やっぱソースが合うわ。なんか時あるべしの醤油やからよく美味しいんやと思う。昔の醤油は美味しくなかったのに使ってた。不自然な醤油やったよな。最近やっとね、そういう塩が手に入ってくるから、こしきな醤油って作られてるところがたまにあるからね、いいけど、おろしポン酢にしても美味しいやろな、うん、今日はね、カメラの三脚が、あれカメラ傾いた、カメラの三脚がね、買えるのめんどくさかったから、いつも使ってる三脚のカメラを下向き、あっちゃん映してるカメラを普段外食とかに使ってるちっちゃいね、マンフロットの三脚で撮ってるからね、ちょっといつもと角度がちゃうねんけど、こんなものっていうのはね、お腹にたまるね。はい、もうこれで終わり。かけすぎたかな醤油。懐かしいわ。ちょっと割高やけど、米粉でやるとね安心やし。美味しかった、はい、ということで今日なっちゃんの昼ご飯は、お母ちゃんが1個作ってくれた一円洋食、ネギ焼きね、ちょっと再現してみます。米粉で再現してみました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日なっちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにして、またまさこさんのライブに戻りたいと思います。またね、バイバイ。